はいどうも、ふもふのお店のパクシーです。ゲームセンスからね、マウスパッド、マウスに引き続いてね、クラッチというね 65% 型のねキーボードが発売されましたので、こちらのねレビュー動画も撮っていこうと思います。それでは本編どうぞ。はい、ではね、まずは箱から見てください。これガッチリしたね、このアニメ調のね、このよくできた箱なんでね、これもね捨てないでね取っといてもらえると嬉しいです。で、開けると一番上に入ってるのかな、プリンキーキャップっていうね、下がね乳白色になっていて、あのライティングがめちゃめちゃ綺麗に光るね、替えのキーキャップがなんとフルでついてる。初めて見たわこんなキーボード。替えのキーキャップのセットが一番上に入っていて、キーボード本体が入ってますね。あとね、説明書と USB Type-C のねケーブル、パラコードケーブルなんですけど、しっかりね頑丈、耐久性がしっかりしてそうなね USB と、あとキースイッチプラとキープラがね一体型になったね、このプラがついていて、まあこれ見て分かる通り、あのホットスワップにね、こちらのねゲームセンスクラッチもね対応しております。それではね、このねキーボード見た感じ分かるか分からないんですけど、ずっしりめちゃめちゃ重くはないんですけど、しっかり頑丈で、ビルドクオリティはめちゃめちゃ高いですね。このゲームセンスって会社はマウスパッドから始めて、マウスが3種類ぐらいと、あとね今回このクラッチっていうのが初めて制作されたねキーボードの第1作品目なんですけどね、1作品目でここまでクオリティ高く作ってくるかっていうぐらいにね、ビルドクオリティ本当高く作られてますね。でこちらのキーボード 65% 式ということで、あのゲームでよく使うこの普通の文字の配列とファンクション列を取っ払った上の細さと、この矢印キーと、あとねここに1列分、ページアップダウンとデリートキーと、あとここにね今までふもふのお店で取り扱ったキーボードにはなかったこの機能、ここにダイヤルがついてるんですよ。アナログダイヤルみたいな360度ぐるぐる回るダイヤルがついていて、これで PC のねボリュームを手元で操作できる。でここクリックできるんですけど、押すとミュートになって、ミュート解除、ミュート解除ってできる、そういう機能がついてるね、なかなか珍しい配列のキーボードとなってます。でこちらなんですけど、このキーボードね、キースイッチがガテロン製のメカニカルスイッチのプロイエローっていうね、まあ、メカニカルなんですけど、ルブっていうあの潤滑油をもともと塗ってあるキースイッチになってるんですよ。でキーボードを自作するとかね、キーボードガチ勢になってくるとね、あのテリー MX 軸のね赤軸とか銀軸とか貼ってきて、もう製品保証なんか知るかっつってキー全部引っこ抜いて、あのキースイッチ持って、ね、しかもキースイッチを分解して中に潤滑剤を塗るルブっていうね作業をして、押し心地を追求するみたいなねことをすることもあるんですけど、それがねもうガテロンのプロスイッチはね、最初からもうルブしてあるっていうね、押した時のこの滑らかさにこだわり抜いたねスイッチが最初から搭載されてるんでね、ルブしてみたかったんだよなとか、まあ、してみたいけど、まあ、ハードル高いよなって思ってた人ね、ぜひねこのキーボードのねプロイエローっていうねガテロンのスイッチ使ってみてください。まあすごくね滑らかです。本当こんな滑らかになるんだっていうね、僕もねルブしたことないんでね、実際ね初めてなんですけど、まあ、めちゃめちゃね押し心地がいいんでね、これねめっちゃいいです。ガテロンのねプロイエローは、大括が 50g で、アクチュエーションポイントまでが 2mm で、押し込む最大距離が 4mm のスイッチになってるんで、チェリー MX の赤軸よりは若干重いけど黒軸ほど重くない、若干赤寄りの中間ぐらいの重さのスイッチとなってます。でね、もちろんこれ先ほども言った通りホットスワップに対応してるんでね、ホットスワップについてね詳しく知りたいって方もね、あのダッキーワン3の動画を見てもらいたいんですけど、このキースイッチプラーでこうね、よいしょ、こうやってね抜くことによって特定のキーだったり、あと、まあ、全部の、ね、キースイッチ別のに変えたいよっていう人はねこれで抜けるし、あとチャタリングが発生しちゃったよっていう時はね、対象になっちゃったキーのねスイッチだけピコって抜いて新しいものを用意していただければ、すぐにねこう簡単にカチャって交換できるんで、軸とかもねなんかいろんな種類集めていただいて取り替えるとかもできるんで、こちらホットスワップ対応となってます。はい、で箱を開けた時に最初にねこれがはい、箱を開けた時にね最初にねこれが
出てきたんですけど、なんとねこのゲームセンスクラッチは最初からね2種類のフルキーキャップがついていて、キーボードの最初についているのはもう真っ黒なね普通の黒のキーキャップなんですけど、こちらね替えでねプリン式のキーキャップっていうね半透明になっているライティングがめちゃめちゃ綺麗に光るねキーがついてるんで、もう気分によってね変えてもらうことができるんです。若干の注意点として最初からついてるこの黒い方のキーキャップは背が低いプロファイル、チェリープロファイルって呼ばれる形のプロファイルの形なんですけど、こちらのね乳白色のプリンの方はちょっと背の高い OEM プロファイルかな、若干の高さがね同じキーでも高さが違うキーなんで、ここのキーだけプリン、ここのキーは黒いのってやるとキーボードのねキーがボコボコしちゃって不揃いになるんで、そういう使い方にはねあんまりおすすめできないんですけども、まあ、全部をねフルセットで変えてもらうっていう使い方になると思います。こちらのゲームセンスのクラッチなんですが、専用のソフトウェアがね今ねメーカーの方で準備中ってなってて、さっきホームページの方確認したらねもうすぐ来るよ、ただ今 Windows のプログラムの審査待ちですってね書いてあったんで、まあ、そろそろねこのね専用のソフトウェアがダウンロードできる状態になる予定なんで、そうなったらねおそらくねライティングの光り方とかね多分なんかいろいろ設定できるようになるとは思うんですけど、あの詳細情報がね、まあ、こちらにも入ってきていない状態ですので、そちらに関してはダウンロードができるようになり次第、ふもふのお店のゲームセンスクラッチの商品ページから、飛べるようにしておきますので、そちらをご確認ください。でキーボードスタンドが裏側にありますが、こちらは大きいのと小さいの3段階、フラット状態と1段階上げた状態と2段階上げた状態の3段階でね調整できて、で全てのねスタンドの裏にちゃんとゴムのね滑り止めがついてるんでね、これめちゃめちゃいいところです。はい、それではここまでゲームセンスクラッチキーボード見てきましたけど、こちら不毛布のお店での販売価格が 16,980 円となっておりますので、まあ、ぜひぜひねご検討のほどよろしくお願いいたします。それではここまでご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル高評価とグッドボタンどうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。